教えて恵子先生の恵子先生です。7月やるべきこと、それは今年のおさらいをしてみてください。半年過ぎました。さあ前半何が起きたのか、私の人生はどういうふうになっていったのでしょうか。ここでね、なんでおさらいをするかっていうことをお話をしていくと、人の運ってやっぱり年単位でね、こうなっていくっていうことはあるんですね。1年間はこういう年だから、その次はこれをしたので次はこういう年って、こうぐるっと年単位でね、この運勢っていうのは動いていく。なので今年の前半起きたことをおさらいしてみると、あ、今年ってなんか始まりの年かもしれないなとか、今年は何月ごろこういうことがあって、何月こうして何月こうして、去年と全然違う流れだな、あ、今年は始まりの年なんだなとか、その年回りをね、半年のことを考えると理解することができるんですね。でそれを理解していただいた上で、じゃあ今年はどうやらこういう年らしくって、こういうことが起きた、じゃあ後半はこうなっていきたいから、これに対してこう備えよう、こういう考え方をしていく、そうすると後半がとっても有意義に過ごせるということなんです。ちなみに私は今年の前半、いろんな新しいことが始まりました。まずね、ちょっとビザが変わりましたよとか、日本から長く帰国したに戻ってきましたとか、同居の家族が変わりましたとか、そこから友人関係がどんどん現れてきましたとか、そういうことが起きてきて、やっぱり始まりの年だなと、まあ、実際ね、その占い的な年回りもそうなんだけれども、まあ、そういうふうに理解をして、さらにその年初に立てたこの目的とか、そういうものが去年考えていたことと全然変わってきた、そういうことをね、振り返ってみると思うわけです。ということは、私の場合は後半に向かって、そうか、新しい始まり、新しい友人もできた、新しい目的もできたぞ、あ、じゃあこれ新しい始まりだから間違ってないんだなと、こう確かめ算をして、じゃあ後半はさらにここに注力してエネルギーをかけて、これを実るあるものにしていこう、始まって現れてきたもの、ただ現れているだけで、目が現れただけなので、じゃあこれを育てていきましょうと、まあ、そういうところに注力していこうかなと思っております。はい、ということで皆様、運を上げるためにやるべきことは前半のおさらいです。考えるだけでわからなかったら紙にぜひ書いてみてください。はい、ということで恵子先生でした。また見てください。